今日の達人の道は、家族、お友達同士、カップルで夏の思い出になるような楽しいことありましたか？本日はまだ間に合う夏レジャーの達人になっちゃいます。生島博達人の道、今日の達人は、自然豊かな愛媛県へ旅をします。どんな夏のレジャーが待っているのでしょう。羽田空港、成田空港からなら愛媛松山空港へは直行便が出ていて便利。年間利用客数は四国地方では最多、中四国地方でも広島空港に次いで2番目を誇ります。愛媛を訪れるのは初めてという高沢七重さんが松山に到着しました。2日間愛媛で夏のレジャーを満喫しますよ。あ、みきゃん、わー、久しぶり、元気？え、なになに、今日は空港までお出迎えに来てくれたの？優しい、ありがとう。みきゃん、会いたかったよ相変わらず元気だね、みきゃん。なにこれ、愛媛南予博覧会。相変わらず PR 頑張ってるね私愛媛初めて来たの。だから今日はね、すっごく楽しみなんだ愛媛満喫して帰るよ今日はみきゃんが案内してくれるの？違う、ん？あなたは？なに？にゃんよって言うんだ。かわいいにゃんよが案内してくれるの？じゃあ今日はよろしくね。それではにゃんより行くにゃんよ。愛媛南予観光 PR キャラクターにゃんよが案内してくれる南予。夏レジャーを楽しむためレンタカーで南予へ向かいます。南予地方とは伊予の国であった愛媛県、その南部エリアを指します。海や山を眺めながらのドライブ、夏レジャーということはアクティブにアウトドア、腹が減ってはなんとやらですので、まずは南予で人気のお食事をいただきます。平家谷にやってきました。地元での夏はそうめん、そうめん流しが人気の場所に行ってみましょう。この階段を下っていくんですね。そうめんを食べる前に自分が主体したいと流れていくような感じですね。なんかこうそうめんになってきますね。なんかこう水が流れてきてる音がするので、本当に私がそうめん気分です。谷をどんどん降りていきます。ここは平家谷という場所。こちらで南予に来て最初のランチを取ります。平家谷そうめん流し。流しそうめん、なんと食べ放題で600円。流しそうめん初体験という七重さん、やっぱり南予の夏といえばそうめんなんですか？夏になると地元の人たちがたくさんこちらの方に訪れます。愛媛県の観光 PR をされている山地かすみさんも同行してくださいました。ところで平家谷って、壇ノ浦の平家が、ここの合戦に平家が敗れて、こういってその残党がですね流れ着いて隠れないというので、それで大抵山を大抵歩いたんでしょう。流しそうめんを堪能したところで次の目的地まで移動。
行ってらっしゃい。お、七重さんとかすみさん、息が合ってきたようですね。本当ですね。こんなところでシーカヤックできるって楽しいですね。あー、もうこんなに島が隠れていて雰囲気いいですね。本当ですね。こんな中でこうシーカヤックができるって楽しい。お、にゃんよもシーカヤックをする2人を応援しています。1時間たっぷりシーカヤックで夏レジャーしました。あ、楽しかった。海の中から見る景色ってまた一段と違いますね。綺麗ですね。綺麗かった。なんかもう向こうの島まで行けちゃうんじゃないかと思うぐらい。南予でシーカヤックの夏レジャーをしたい方は明け浜シーサイドサンパークで検索してください。さて、またしばらく車で移動しやってきたのはこちら。森の国ホテル、この日の宿泊先です。森のリゾートならここ、非日常の上質空間を作り出す隠れホテルです。まずはお部屋へ。わー、広い。わー、ゆっくりしそう。スタンダードなお部屋がこんなに素敵な空間なんです。露天風呂も素敵ですよ。こちらは男性、そしてこちらが女性風呂です。こちらは家族風呂として貸し切ることもできます。お食事もゆったりいただくことができそうですね。それでは森の国ホテルで夕食をいただきます。まずは走り子貝のサラダです。南予ではチャンバラ貝とも言うそうです。うん、柔らかくて美味しいです。またこのソースもさっぱりしているので暑い日にはぴったりの前菜ですね。地元南予のニジマスを使ったリエットです。これをパンにつけて食べるんですね。なんかこう程よい塩分と甘さが絶妙なバランスです。またこのパンもサクサクなので、なんかこうお菓子みたいな感覚ですね。続いては地元内魚の地鶏の卵とフォアグラのフランです。あったかいですね。なんか上はスープみたいに味噌になってますね。わー、プリンみたい。滑らかで美味しい。夏といえば鮎、南予でも鮎をいただきます。こちらは鮎のグリルです。綺麗ですね。もう、わー、この鮎独特の風味とこのバジルのソースが合いますね。南予では鹿が食べられるということで用意していただきました。私、鹿の肉初めてなんですけど、どんな感じなんだろう。鹿のセミロースのソテーです。上にはなんと桃が乗ってるんですね。
柔らかい、臭みも全くないですし、この桃と合うのかなと思ったんですけど、すっごく相性抜群です。夏レジャーの拠点、森の国ホテル、おすすめですよ。お知らせの後も南予で夏のレジャー。達人の道、夏レジャーの達人。まだまだ間に合う夏の思い出作り。お子さんと行きますか？カップルで楽しみますか？愛媛県南予エリアで夏レジャーを満喫しています。初日は明け浜の海でシーカヤックを楽しみました。2日目の朝、台風襲来の予報を晴れ女高澤七重さんが吹き飛ばします。訪れたのはフォレストキャニオン。それでは行きましょう。夏のレジャーその2、キャニオニング。今からキャニオニングをしたいと思います。いや、今日はもう天気がいいのでね、絶好のキャニオニング日和じゃないですか。キャニオニングとはフランス発祥のリバースポーツ。水流に身を任せて滑ったり、滝壺へ飛び降りたり、ロープで加工したりしますね。楽しそうでしょ。あ、出れますね。南予のライバル。渓谷を歩いていきます。楽しむとちょっと怖いかなっていう。ここは四万十川の源流の一つ、なめとこ渓谷。今見えてるのが出会いなめっていうところで、向こうからこう川が流れてて、この本流と合流してる。でこれなめとこの由来になったところで、もうちょっと行けば見えますけど、見えてる地面がこれ全部一枚岩なんですね。大丈夫。さあ、いよいよ川に入ります。OK、はい、頑張って。今日は頑張って。こちらのなめとこ渓谷、滑らかで大きな一枚岩でできてるんですね。ここで天然のウォータースライダーをします。最初は怖がっていた七重さんですが、すっかり笑顔ですね。お、2回目に挑戦ですか。インストラクターの五右衛門さんと一緒にゴー。これはハマります。前から滑ってみようか俺。大丈夫だよ。さあ、何やら、お、頭から。これは七重さん勇気がいりますよ。先生の真似して頭から挑戦します。ちょっと怖いんですけどね。なんかせっかく来たんで。さあ七重さん、頭から。大成功。もうちょうどもう川の中に入っていくような、本当に魚です。魚になった気分。はい、バンザー。七重さん、キャニオニングを満喫しました。なめとこ渓谷は夏レジャーに最適。これは南予に行く価値ありです。なめとこ渓谷、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。天然のウォータースライダーを散々満喫した後、別の場所へ。
川を安全に、しかも楽しく歩くことができます。今回できなかったキャニオニングのメニューはこんな風。お知らせの後も南予で夏を満喫。達人の道、夏レジャーの達人、夏のレジャーを愛媛県南予で満喫。シーカヤックにキャニオニング、愛媛らしいグルメも、流しそうめんや鹿のお肉もいただきました。用意していただきました。私、鹿の肉初めてなんですけど、どんな感じなんだろう。鹿のセミロースのソテーです。さあ、夏のレジャーその3、四万十水系初のパックラフトツアー。七重さん、すっかり夏レジャーの達人になってますね。お、愛媛県の山地さんも満喫してます。数年前から注目を集め始め、アウトドアにおける一つのカテゴリーとして確立されたのがパックラフト。パックラフトはアラスカ生まれ、人もいなく道もないところを楽しむために考えられた超軽量の空気を入れて膨らますボートに乗るアウトドアスポーツです。およそ1時間、四万十川に到着。パックラフト、南予で体験したい方はフォレストキャニオンで検索してください。もうなんか転倒するのは怖かったんですけど、頑張ってこぎました。楽しかったです。さあ、夏レジャーを満喫したので、こちらでランチをいただきます。道の駅鬼の三角帽子にやってきました。ここにはなんと鬼がいるということで、うわあ、近くに行くともう大きいですね。これはインパクトあるな。うわあ、また顔もとってもカードさん、しっかりしてますね。そして肩には生地が乗ってます。ここは紀北町なんですけど、鬼という字が入っているのは自治体ではここだけだそうです。鬼のモニュメントに圧倒されつつ、こちらでランチを。生地カレーをいただきます。生地カレーをいただきます。後ろには先ほどの鬼もいますね。
効いていて美味しいです。キジのお肉って初めてなんですよね。柔らかい、臭みも全くないですし、美味しいですね。愛媛南予の名物キジカレー堪能しました。いやー、キジカレー美味しかった。あれ、ニャンヨ、ニャンヨ、あ、もしかしてニャンヨお見送りに来てくれたの？うわ、嬉しい、ありがとう。いや、楽しかったよ、ニャンヨっていいところだね。じゃあまた来るね。それまで元気しててね。バイバイ。ここで愛媛県から大切なお知らせ。愛媛南予博覧会が開催されます。平成28年3月下旬から11月中旬。場所は愛媛県南予エリアです。愛媛県南予地域の巡視長は、来年春から秋にかけて開催される愛媛南予博覧会の舞台となるエリア。このイベントでは、海を舞台にしたプログラムや、伊達秀宗の宇和島入宮をモチーフにした宇和島城への武者行列イベントなども予定しています。期間中は南予の多彩な食、豊かな自然をはじめ、サイクリング、アウトドア、街歩きなど南予の魅力を感じていただける旅のプランを多数ご用意する予定です。こちらの愛媛南予博覧会、お問い合わせは実行委員会本部まで。電話0895-22-5211。ぜひ皆さん期待してください。あなたもきっと達人になれますよ。次回達人の道はトライの達人、夢に向かってトライしている女性シンガーに密着しました。お楽しみに。